いいえ、アレゴスです。体に悪い100のことしたら人間どうなるのか。健康奉仕、小野でございます。よろしくお願いします。ズレズレ草とかで、ね、有名な健康奉仕いらっしゃいますけど、僕は健康奉仕ということで健康でやらせていただいてるんですけど、え、腑に落ちてんのお前は。いや、だってこの前もさ、多分インフルかかったじゃん。けどさ、熱測んなかったらかかってないのと一緒。そうね、普通に出勤してくるやん、僕、うん、だから基本的にゲロや。それ俺は体温測んなければいけると思ってるから。だから一回も風邪とか聞いたことないです。そうだね、一回もないね。病院に行かなかったらこいつは健康だから。まあそんなね、僕がちょっと不健康になりたいなと思いまして、昔東海大野さんのねやつ聞いてあるんですけど、体に悪い100のことっていう本がありまして、そのことを俺が実際にまとめてやったら最高の俺は体調が悪くなるのか。例えば、まあ、ご飯をいっぱい食べたりとか、油の多い食生活とか、あとはまあ、いろんなね、結構面白い100のことがあったんで、今回はそれやっていこう。こんな感じでね、いろんな企画、あの、まずやってるんで、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。体にね、悪いことするとは言ってもね、あの、50万人目指してね、本気で頑張っていてね、健康を損なってまで頑張ってるんで、ぜひ、本当にね、登録してほしいと。ケニーが、昨日言ってました。今日も言ってます。今日も。いつも言ってます。じゃ昨日、今俺が言ったのは昨日の伝言。今は、で、今日、ケニーは今日も50万人行きたいって言ってました。ああ自分で言うやつ。一応その伝えたい。シャイなんだ。シャイなんだ。それでは、アブラさーん。ということでね、まず14個の、体に悪いことを行ってください。相当だな。悪いね。まあ、言っていくと、油の多い食べ物、竹、ジャンクフード、スナック菓子、カップラーメン、はい、肉 800g 以上、塩分過多、コレステロール多い、黙って食べる、片側の歯で食べる、音を立てて食べる、唇をよく舐める、ごめん、申し訳ないですけど、あと、他人をけなすってのもちょっとありますね。ああ、いつもやってるやつ。いつもやってるやつ。他人をけなすのが、あ、まあ悪いこと。体に悪いことだから、お前それか。いや、俺らだよ。じゃあ、お互いけなしていこう。不愉快なのは俺らだ。じゃあ、ちょこちょこけなして。はい、じゃあ、けなすしけなされる。けなしけなされる。そういう感じで。なんかごめんなさい。いじめられるの悪いみたいな。あ、珍しくていじめられるのなんだ。ルーズルーズな感じ。たまに呼吸を意識しないっていうのもあるんで、大体呼吸困難とかなる可能性もあれば、しなくても呼吸はできない。すごい人だね。今回14個できるんで。リッキーダディダディキック入ってなかったから。体に悪いことリッキーダディダディキック。リッキーダディダディキックの悪いことじゃない。入ってなかったから。あれ別に誰でも聞けるから。入ってないんだけど。大学生みんな好きだ。リッキーダディダディキック入ってない。まぁちょっとこれは食べていくっていう感じでやっていきます。14個です。いきまーす。乾杯しますか。乾杯しようか。バイバイ。チーズ。気持ち悪い。ちょっとこれ食べたかったのよ、照り焼き兄さん。うまくない？はい。あ、すごい。ケニーだ。これ。あの、耳いらないから。なんで？耳俺好きじゃないよ。マジでピザ食べ放題言ってます。耳だけどんどん残ってる。耳だけの皿2個くらい作る。いいわけない。やばい。なんか枝豆の皿みたいなの作ってほしいでしょ、お前的に。これの捨てる皿作ってほしい。作ってほしいよね。だきたー来たー匂いやばい。あ、どうす。ジロラメでジロラメでーす。マジか。うわうまそうじゃない、めっちゃめちゃめちゃうまそう。もうもうこれ持ったらスープでつけてくれる。これ食べ物じゃないの。見て悪いことでさ、油を取るとかあるよ、うん、これは飲まなきゃダメだ。そしたらこれ油なんだし。いや、わかるんだけど、こいつしつけよ。具合悪い。このグループ具合悪いな。本当に。ああ、いつものだ。悪いグループやな、本当に。いつもの俺じゃねえよ。ねえ、グループだな。で、お前、え、こっから何？マックカップ麺くんの？うん。あ、コーヒーご飯。チャレンジ食後ね。マック食べれるかな？やばいでしょ。半端ないね。L セットでお願いされたんですけど、大丈夫ですか？そうそう、ポテトも頼んだ。でもさ、この際しか食べれないから、もう。まあまあまあ、来た来た来たー、バイバーガー。これ嬉しいんだけど、めっちゃ。おい、エグマックエグ。あ、マック、おー、すごい匂い。あ、ちょっとごめん、俺マック無理だ、匂い。いきまーす。お、いいね。チーズ、うん、ちゃんと片側だけ食べる。そう。で、片側だけ。何が悪いの？早口で喋るんだよ、風通る。これ何が悪いの？片側だけ食べる。バランス悪い感じ。気持ち悪い。音を立てる。ちょっと待って、片側で食べて音立てるのむずない。あ、いいね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 。で、唇よく舐めて、それで。あ、いいねいいねいいね。そうそうそう。で、他人をけなす。いや、無言で。無言でけなす。けなされてるわ。けなされてる。一気にやんなきゃいけないわけじゃない。順を追ってやっていけばいいか。で、カップラーメンが今から来るので、で、スナックちょっとえぐいな、これ。で、酒で油を、おー、いいね、完璧や。もう悪いよ、お前。それお前なんだよ、これ。あ、気づいた今、そう思ってた。なんか、スウェーデ
気づいた。いや、なんか空洞じゃなかったんだけど。いや、なんかここに置いてあったから、俺が開けたら箸だったから、なんでお前ソロ使ってんと思って。変えんなよ。変えといてほしいよ。え、みんなその油とさ、お腹のキャパどんなもの。お腹がいっぱいあるの。開いた指がいっぱい。え、リアクション終わってない。いいこと言ったつもりだったんだけど今。油でしょ。あ、お腹いけんの。ギリで。それすごいね、結構食ってギリだよ。でもごちそうでーす。お腹いっぱい。ラオさん、まずカップ麺とコーヒーいきます。ゆっくりさん、間違いないんですけど、コーヒーだと思ってます。ブラックかい、無糖かい。まあ、これゼロ系コロじゃねえじゃん。ゼロ系コロじゃねあ、ほんとだ。これゼロキロカロだよ。コーヒーってゼロキロカロ。コーヒー何本からやったら食べられる。5杯以上だよ。5杯以上。何本あんの今。じゃあ飲めませんわ。何じゃあ。いや、その企画を崩しちゃうのはできません。はい。5本ぴったり飲みきんないと体に悪くない。4.5 とかじゃ体にいい。なんなら5から5でちょうど悪くない。6もいい。投資からね。6から体に良くなってくる。また確かにこれは確かに体に悪そう、うん、なんかこういうのあるよね、カフェインの。一応アフリカ産で考えたらさ、これ作るのに大体200人ぐらいの子供を使えてあげる。で、あいつらさ、カカオを育てる。あいつらやめて、まず。なんか炎上しそうだから。その、二人称変えて。あいつらやめて。二人称やめて。まず下に見てるよ、お前が。え、うわ、きついね。でも、ガキカって飲んだったら、もうその一気みたいな感覚だし、きついんだ、その、容量が。できたー。待って、マジ食べれないよ、もう。おい、お前、食えよ。スクートラー席持って食えよ。いやさ、食べれなくてさ、ゲロ吐くとかも意外と体に悪いんじゃない。実は悪い。一応で言うから。いや、悪くない。え、飲み沢出身すぎるよ。いやすごい匂い。300カロリー。これ匂いどれしつつ。匂いで。匂いやぐいな。いや、でもダマさん、ちょっと今度これ食ってもらわないと。無理するってのが体に悪い。飲んでるからな。ちょっと待って、丸々は無理よ、これ。はっきり言って。え、これ飲めないの。どうする。芸術性があるから壊してもらえ。飲めねえ、飲めねえ。ちょっと待って、ごめん。これは徐々に読むわ。一気に飲まなきゃいけないのがいいでしょ。やっぱ1時間で飲む。あ、今日の夜とかに。これの編集しないと。これだって、俺人が食べたもん食えねえんだよ。俺だよ、食ったの全部。これは。あいつもの音だ。はい。ナイスです。うっつつもりしてる。やり。おはようございます。おはようございます。寝起きです。寝起きだよね。睡眠不足です。昨日帰るのも遅くて、まだ 3,4 時間しか寝てない状態で、今水全く飲んでないです。で、朝食全く食べてなくて、はいはい、気持ち悪いです。で、ちょっとここから1時間以内に激しい運動しなきゃいけないらしいんで、しまーす。なんだろうこれ。これが体に悪いっていうのもよくわかんないし。いや、絶対悪いよこれ。1時間以内の運動って絶対良くないな。はい、最初走って車窓をまあまあピーランニング先しちゃったら、なんかさ、体アップアップみたいになっちゃう。時間かかっちゃう。ランニングってよりダッシュ、急に負担かけた方がいいから。全力ダッシュじゃない。遅いね、遅い遅い遅い。走り上がって、はい、全力全力。あと1、あと1、ラス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 、そのまま曲げろ、そのまま届いて、はいはいはい。絶対体悪いわ、息の歯が半端ないわ。マッピー10回いきます。せーの、はい、1、はい、はい、2、はい、はい、3、はい、はい、はい、佐藤行こうか。はい、戦時中そんな言ってらんないから、寝起きなんだよとか。行き攻めてきたらもうすぐこう戦わなきゃいけない。警報だったらすぐ竹槍作んなきゃいけないんだから。体悪い。バッティングの方がちょっと体をさ、悪くする方がでかくない。そっちに肘置いちゃってるよね。やばっ。なんか今のちょっと体勢良かったな。自分で言ってる。右男じゃって右男。ちょっとエロい、結構いい。もうちょい腰押しメモさんいらないだろ。体に悪い。はいはい、悪くない。体に悪い。そんなに。うわ、体に悪い。賠償請求します。体に悪い。やりすぎだよ。もう教えていこうか。もう1セット。いきます。味に行く、味に。はい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 。
ただのタバコでも結構体悪いはずなんだけど。来たね。タバコだよね、絶対。タバコね。セリフ一度来てもしてほしいからさ。ビシリウエン吸って、その後に自分に出した副リウエンも吸って。ビシリウエン吸って、で、これのフォルスを吸ってくれ。いや鼻がやばいわ。絶対良くないわ、体に。タバコどこまで吸うの？もう終わってるでしょ、多分。終わってるじゃん。じゃあ、ラスト10行こう。もういいんじゃないですか、なんか。運動のきつさになってるよ、それ。はい、体に悪いことということで、肉 800g 以上のものを食べてもらうというのと、塩分型も含め、はい、コレステロールの高い人も含め、はい、ここに1回とりあえずやってもらおう。 800g ね。 800g あるよ、ね、チキン2個と本当に 500g、 200、200、500だから、まあ、900g あるよ、ね、でまあこれをちょっと 100g 切りに焼けるか。ああ、800g、ね、って感じでいくか。これ皮むいちゃうと800切っちゃう。切っちゃう、切っちゃう。食べてるね。塩分型やなぁ、そんな思って。いやー、脂質も結構コレステロールもあるからね。そう。いただきます。いただきまーす。うま。うまい。あ、うま。いただきまーす。うわぁ、うわ。一食でさ、いいんじゃないこれって。いや、でも、また余裕じゃね。いや、そうだけどさ、一食で800切っちゃう。バカみたいだよ。バカみたい。起きてすぐの運動とかはまあありそう、まあ、本当に。はい、800g です。被害実験だ。まあ結構やばい。お前だけやっぱさ、食事って感じしないよね。捕食って感じするよね。なんでなんだろうね。後がでした。そう、後食べ残しの、まあ、食べた感じがなんか捕食って感じする、お前だけ。あー、ということで800g 食べました。塩分とかコレステロール、いつそうなんだよ。悪いことリスト一生やってる。まだまだちゃんとある。一生悪いことしてるやん。じゃあ、お疲れでした。お疲れ様です。おぉーす、100個の体悪いことやって体調悪いです。水平不足で、なんか肉も 800g 食わされて、悪口も言わされてとかね、その肉体調悪くて明らかに太りました。ちょっと見て、体を顔も明らかに太ったし丸だったんですよ。まあ夏だしね、ここからみんな痩せこうみたいなのあるじゃないですか。で、視聴者のみんなの中でも痩せた方がいいかなと思った人いろいろと思うんですよ。だから筋トレしてるからこそ脂肪落としたいなっていうことで、今回ね、グレイブラザーさんまあ、4日前、1回やったと思うんだけど、ファスティングっていうのをやります。はいはいはい、1週間ダイエットします。やっちゃった。ここまでやった。はい。ということで、ね、今回、このこちらのね、ファスティングセットをだいぶ、ちょっと、これは、これは、それでも意外とうまいんだよね。ワンデークレンセットっていうのをやっていきます。簡単に言うと、ファスティングっていう断食ね、時々やったりするんだけど、前は固形物を食べなければ、カロリー減らせて、胃腸の調子良くなって、じゃあ、酵素が入ってるからいいよねっていう感じのもので、ではこういう感じでね、ベジスープとかスムージーとか、あとは、まあ、ヨルトファンのものでこれ、ね、グレインズカレーっていうね、うん、マジで見た目ゴミみたいな色してんだけど、でもうまいんだよ。うまいらしい。有名なサラダボール店でしょ。なんからしいね。でまあこの付属のねキャレンダー、キャレンダー、ちょっとキャレンダー付属のね、やっぱりガサツだよね、うん、本当はこういうのちゃんとマスク入ってるね。もともと綺麗、もともと綺麗ですよ。綺麗ですよ。これだけこれこれで、私、アメリカだからね。アメリカだからね。ありそうだけどね。元々綺麗なんですね。俺がガサツなんで、このね、1週間のカレンダーみたいなのあるんで、俺に記録をしていくというのを今回やっていきます。はい、1週間のうち、6日間は1食だけをスムージーに追いかけて、そこから食事を食べても OK。おお、よそう。で、その過程をまあちょっと僕から見せていこうかなと思うんだけど、主にはスムージー飲む人を1日だけガチ断食っていう日がある。スムージープラス何飯食って。スムージープラスで軽めの食事をって。スムージーは絶対飲んでください。
そう、朝に飲みなさいっていう。まあ、まずは現状の体重測ってみようね。はい、測りまーす。69.5 踏んでる踏んでる踏んでる。え、69.5 だ。踏んでないで 69.5？ デブだね。太りすぎー。え、俺ほんとに重い。150cm のこれは結構重い。165cm のこれは結構重い。え、俺69kg もあるの？結構重い。許すましぐらい減量してる俺と同じ。あれ結構重い。これ45が乗ってるの相当重いよ。確かに顔はね、丸くなったなって感じするってことでも痩せますか。実際 69.5 から何キロ痩せるかっていうのを今回マスキングでやっていこうっていう簡単な話っす。はい、はい、でもあんなにさ悪い食生活しててさ、マスキングいけんの？もう無理にやるの？もう無理にやるしないんじゃない、まあ、てか企画でやっぱ食べちゃってるから。この1週間はちょっと企画でもあんま食べれないんですけど、すごいご了承極まりないよ。毎日食べちゃう可能性もありますけど、それも含めてちょっとみんなに実際ファスティングの流れとかを見てもらえたら、でまあ気に入ったらやってもらえばいいし、ぜひご覧ください。それでは1週間生活シャー。こんばんにちは、ファスティング初日です。ファスティング初日は今日何も食べてないんですけど、最初の1食目としてこのスイートラゾスのスムージー飲みます。初めて飲みます。あ、そんな色なんだ。めっちゃ緑だね。うわー、テンション間違えた。間違えた。テンション間違えた。テンション間違えた。飲んでみますって言ったからこう、じゃあテンション間違えちゃったね。面白い。いただきます。うわー、美味しい。あ、美味しいんだ。本当に？美味しい。本当に？美味しい。あ、マジで？え、ちょっと普通に飲みたい。バナナジュースやな。あ、バナナだ。バナナ。その色でバナナ。これこの色でバナナ。ハライチがどっかでやってる。今どっかでやってると思う。この色のバナナ。この色でバナナ。この色でもね、これでいいです。正直朝。なんか別に。そりゃ青白王子も脱税で捕まるわっていう味です。です。の味です。不適切やな。これめちゃくちゃ美味しいわ。いけそう、ここ。続けられそうでーす。青田よかったわ。ダイエット頑張ります。ございます。二日目でございます。ということで、二日目は水とスムージーと、今回ちょっとヨーグルトを混ぜてみようかな。スムージープラス、なんかちょっとのものは食べていいんだけど、俺のおすすめは、タンパク質が入ってるものを取った方がいいと思うから、今回は 15g のヨーグルトをこれ混ぜて飲むと、まああと、こちらね、卵を食べようかなっていうふうに。見た目がね、緑だからあれなんだけど、味は美味しいんだよ。これにヨーグルトを入れると。あ、美味しそうだ。これね、シェイカーの混ぜ方、そのみんな超えるんですけど、実はその、こうやってやった方がいいんですよ。こうやってやった方が混ざる。混ざるんですよ。ちょっと噛まれちゃうかもしれない。ちょっと飲んでて。うん。かー！美味しいです。ヨーグルト混ぜた方が、バナナヨーグルトスムージーみたいになって美味しいわ。結構お腹いっぱいです。これ多分、合わせて100カロリーぐらいでしょ。全然カロリー低いから。卵だけね。食べません。ここで、もっとありょうたの満腹センサーが働いたので食べません。結構、これで、ヨーグルト入れたらお腹いっぱいになります。で、お腹いっぱいになるので、朝1食目は、私食べません。これが、煮卵パラドックスです。食べないのか。ちょっと今日は、もうお腹いっぱいなんで。結構だから、これだけで満腹になるからね。コースが入ってる。胃腸の調子。飲みながら、いいダイエットができてますよと、2日目以上になります。3日目の夜でーす。3日目の夜なんですけど、ベジースープ、ジンジャースープってやつです。今朝は、グリーンスムージーとトマトね。昼は、サラチキのサラダをね、食べて、夜は、ジンジャースープっていうのをね、飲みます。ジンジャースープと、ちょっと、卵だけね。これが昨日の朝、思わず食べなかったですね。煮卵パラドックスで有名な煮卵です。こちらを、なんかちょっと、ツイッターの塩拭きラーメンを作るやつみたいになってる。ちょっとそういうんじゃないですか。全く持ったわけはないんですけど、これベジースープ。ちょっと本当、熱湯に入れて混ぜるだけと。あ、うまっ！オニオンスープみたいな。ジンジャースープか。ジンジャースープの味がします。ジンジャースープか。あ、これうまいわ。何の味って言ってるんだ。なんかうまい棒にありそうな味。美味しいうまい棒味ですね。で、味は10円じゃない。めちゃくちゃうまかったー。ごちそうです。で、煮卵を食べようかと思ったんですが、思ったよりもお腹いっぱいになってしまったので、こちら今夜も食べないでおきます。これがね、煮卵パラドックスです。数日ファスティングやったことによって胃が小さくなってて、お腹いっぱいになってしまったので、こちら煮卵を今回もお見送りとさせていただきます。それでは、ごちそうさまです。今日はね、めっちゃ断食の日です。
朝から、まあ、水だけ飲んでね、断食の日なんですけど、まあ、ただ1日から3日の間で胃が小さくなってて、そんなに食べなくてもなんかいけるなって感じがあって、まあちょっと辛いんですけど、今日は水だけ飲んで、でまあその後、何も食べずに、コーヒーも食べずに水だけで過ごすっていう感じです。まあね、まあ、だんだん胃はちっちゃくなってきたからいけるのかなとは思ってます。こんばんは、こんばんは、グレインズガイです。おかゆですね、小豆色のおかゆです。おかゆとは思えないんですけど、昨日断食してお腹に入ってるものが全部出るから体がスッキリするし、なんか調子がいいなって感じはあるんだけど、ここにさらに追い打ちをかけるそうです。ちょっとね、見た目が小豆の色とか結構簡単に作れて、電子レンジで2分半やるだけでめっちゃお手軽ですね。食べます。あ、うまいんだ。逆にね、すっごい言い方悪いですけど、見た目はちょっと、不細工じゃないですか。でも中身食べたら意外と、うまーみたいな、その、ソータみたいなおかゆです。見た目悪いけど、食べてみたら、あれ、美味しくねみたいな。意外と、いいやつだねみたいな。もうだんだん、ちょっと終盤になってきて、意外と楽だったなっていう感じですね。昨日の断食もね、なんかまあ、水を飲むだけは別にいけるっていうか、まあ、慣れたのもあるかもしれないけど、やっぱ痩せたいんだったら、最初の1週間はね、ファスティングでめっちゃね、俺いいと思う。味はね、なんて言うんだろうな、アーモンド残りカスみたいな。いい意味でね、いい意味でアーモンド残りカスみたいな食感。あ、ご飯だ。だからなんで表現できないのかなと思ったら、ご飯って無味じゃないけど、なんかご飯味するじゃないですか。あの味がします。わからんけど、これカロリー低いんだったらマジでいいかも。普通にこれだけでもいいかも。いやー、ちょっとチョコミヤもね、ほんと食べたかったんですけど、断食でお腹が多分小さくなってるんだろうね。この煮卵、今回もパラドックスさせていただきます。すいません。ワンダー最終回でございますからね。これはお楽しみください。お腹いっぱいです。ごちそうさまでしたー。これも最終日でーす。よろしくお願いします。最終日はね、スムージーと卵をね、作ろうかなと。卵焼きを作ります。寝起きなんでね。はい。なかったことに。いや、最終日ですね。はい、ということで最終日は厚焼き卵にトマトを乗せて食べようと思います。トマト好きなんでね。はい、ということでね、最終日はこれとスムージーです。いただきます。結果発表。うるさ、ガラスに響いて甲子園始まったかと思った。甲子園始まったかと思った。うーじゃない。いやー、ちょっと、あ、どうも、エイビッチでーす。気持ち悪い。エイビッチでーす。それ映ってる。いけた？いけた？気持ちは何ですか？エイビッチ。やっぱ、うまくてマジでさ、着物みたいな話してるよね。言ってるよ。足の毛とかも含めて。着物みたいな。いやー、7日間、お疲れ様でした。お疲れ様でした。自分に聞きたい。結果。減ってるかどうかってことですよね。前回が 69.5 キロ。重いね。今回、何キロだったのかっていう結果発表。体に悪い100のことしたわけです、うん、でその後に、まあ、ファスティングをしたわけです。体重とかじゃないよね。いや、それで言うと胃腸の調子はベラボーに良くなったね。ベラボーに良くなった。やっぱ体に入ってみた毒素みたいなの抜けた気がするし、やっぱ酵素ってビタミンのミネラルが入ってるから、俺が痩せたっていうことをちょっと検証していくて、まあ、痩せてればいいってことでしょ。では今日一応最終日なんですけど、卵を結構食べてるっていうのと、もうすでにおにぎり1個食べてます。なので 0.5 から1キロぐらいはちょっと多めに見てほしいな状況です。ちょっと、はい、測ります。前回が 69.5 です。はい、はい、いきます。あ、すごっ。あ、67.2 です。ガチじゃん。67.2 でーす。で、俺今日めっちゃ水分取っておにぎり食べてるから3キロちょい痩せた。減るね。あ、もう本当に減るんだ。減りました。まあ、ということでね、今回やらせていただいたのはグリーンブラザーズっていう、まあ、よろずも前にやったやつなんですけど、今キャンペーン中で初回限定 73% オフと。めっちゃ安すぎ。で、6月24の18時までなんと300円オフのクーポン付けので1980円、1キッパでご提供いたします。いいね。2000円いかないからさ。2000円いかない。そう、1000円台台っていうのがさ、そのあんま高くない感じ出しでいいから。税込みやがるでしょ。定期コースは、2回以降も 25% オフでお得にできるっていう。まあ、だからなんか1週間おきとかでやるのが俺おすすめかな。1週間やってちょっと食事してみたいな繰り返すと、はいはい、まあ、痩せるから。ぜひね、期間中キャンペーンなんでね、概要欄の方から買っていただくとお得になるんでね、ぜひ皆さんやってみてください。じゃあ、まあ結構これは自信を持っておすすめできるっていうか、まあ理論上普通に痩せる。で、俺の理想はグリーンバラザーズを使ってかつタンパク質をしっかり取りながらやるっていうのがおすすめです。安心してほしいのが、買ったからって俺にお金が入るわけじゃないので。あ、そうです。安心してください。こんな感じでぜひ皆さんやってみてください。それでは次の動画でブレー